クリスマスイブ1904年から1905年、スウェーデン人画家のカールラーションによる水彩画。クリスマスイブ、クリスマスイブは、クリスマスの夜である。教会歴における12月25日の夜、すなわち常用時における12月24日または1月6日の夜を指す英語の音訳である。日本では、誤って、 クリスマスの前夜と認識されることが多い。日常会話では、単に、イブと呼ばれることがある。イブは、イブニングと同義の古語イーブンの後末追いが消失したものである。によるものである。教会歴における、高誕祭の日付の概要。教会歴の1日は、日没から始まり、日没に終わるためクリスマスは24日の、 日没から25日の日没までとなる。カトリックの天礼歴は、常用時と同様に午前0時に日付が変わるが、復活祭やクリスマスなどの祭日の天礼は、前日の晩の祈りから始まる。ユダヤ歴及び、それを継承する、教会歴では、日没をもって、日付の変わり目とする。従って、この種の暦を採用する教会では、 クリスマスイブの日没からクリスマスを記算するため、クリスマスイブはすでにクリスマスに含まれている。つまり、クリスマスイブとは、クリスマスの前夜ではなく、その言葉のお通り、まさに、クリスマス当日の夜なのである。ただし、キリスト教国においても、常用時の概念を用いて、クリスマスの前夜と説明することがある。転じて、俗に12月24日。 全体を指すこともある。カトリックの天礼歴の1日も日没に始まり、日没に終わる。クリスマスをはじめとする重要な祭日や手術の天礼は前日の晩の祈りから始まる。この時点から日付が変わるまでが前夜と位置づけられている。24日の晩には前夜のための固有のミサが存在するが、 日本などでは夜半ミサを前にずらして24日夜に行うことがほとんどで、前夜ミサが行われることは皆無に近い。また、プロテスタント一部教派でも25日に日付が変わった時をもってクリスマスの開始とする。正教会では24日夜に翌日の生体礼儀を準備する番頭が行われる。ただし、ユリウス歴を現在も使用する教会では、 クリスマスイブは1月6日の晩に祝われ、当該地域では、クリスマスも翌1月7日となる。聖教会の交担祭方針例の模様。中央にディキリと取り切りを持つ秘境。ニューヨークにある聖公会の聖堂でのイブレ拝の模様教会においては、クリスマスイブに多くの教派で晩の礼拝が行われる。前述の通り日没を基準にしている。 教会歴では12月24日の晩は、すでにクリスマス当日に入っているため、クリスマスに入って、すぐに、最初のクリスマス礼拝が行われていると位置づけられる。カトリック教会では12月24日は、主の降誕の前日で、かつては、断食をして備える日であった。夕刻以降に、主の降誕の前夜のミサが行われる。 ただ主現代では25日の夜半のミサを繰り上げて行うことがある。特に日本の教会では24日に行われるミサのほとんどが、この夜半のミサで本来の前夜のミサが行われることはほとんどない。正教会ではクリスマスイブには番頭が行われ生体礼儀が翌日朝に行われる。多くの国々ではクリスマスは家族で過ごす日とされている。 イルミネーションなどで街は賑わい、数日前からクリスマス関連の商品が店頭に並ぶ。実は中世まではドイツなど欧州でもクリスマスはバカ騒ぎするイベントとして根付いていたが、キリスト教の世俗化を嘆いていた宗教改革者の啓蒙運動により長い年月を経てではあるが、見直されるようになっていく。その後もアメリカにおいて移民者の中の心教とたちが、 賃体住宅大家たちと共同で静かにクリスマスを過ごすように啓蒙運動を広めて一定の効果を得たり、1965年にクリスマスの本来の意味を説いたアニメ映画、エイチャーリー・ブラウン・クリスマスが話題を呼んで注目されるなど、日本と同じくクリスマスを賑やかに華やかに祝う、風潮の時代が少なからず存在したことを伺わせる出来事もたびたびあった。 1991年に公開された映画、フィッシャーキングでは、辛口ラジオ DJ が、金に明かせて、クリスマスイブの夜に気取って、高級料理店で食事。その後は、成功意にふけるヤッピーアベックたちを、ステレオタイプ式、通列に茶化し、半ば冗談で、リスナーたちに、彼らの殺害を先導する発言を行い、実際にその被害に遭い事件のトラウマで、 精神障害のホームレスとなってしまった大学教授の悲劇が描かれている。日本では恋人と過ごす日という認識が家族と過ごす日とされる欧米諸国よりも多く宗教的なものではなくただのイベントとしての捉え方が多い。祝日ではない上に年末なので企業によっては仕事が増えることもありクリスマスや クリスマスイブにどうするかという決まりや風習はない。だが日本でもイルミネーションなどで街は賑わい数日前からクリスマス、クリスマス、イブ関連の商品が店頭に並んでいる。また、日本の多くの府県ではこの日に小中高校のに楽器の終業式が行われることも多いので午後に家に集まって子供同士の間でパーティーを開くケースも多く見られる。 また、日本独自の和製英語として、クリスマスの前々日である12月23日を、イブイブと呼ぶこともある。2009年のプランタン・銀座ンザによる独身者の、クリスマスイブの過ごし方を聞くクリスマスアンケートによると、家族とパーティーが53%で、恋人やパートナーと、デートが47%であり、これを、とても楽しみと。 まあまあ楽しみで76%との回答結果が出ている。昭和初期日本のクリスマスイブのパーティーの記録は明治時代初期から残っている。1875年に中村正直の自宅に日本国外の家族が集まってクリスマスイブを祝った。昭和初期から日本のクリスマスイブはカップルが一緒に過ごす日でもあった。1931年に 当時一般紙であった放置新聞がクリスマスイブを過ごす若者たちの風景を下記のように12月25日の記事で伝えている。もしもし、失礼なんですけれど、騎乗型はお二人だけなんですか。まあ、失礼な方。僕たちも二人っきりで、さっきからかすんでるんです。一緒にご飯を食べさせてくれませんか。まあ、ずうずうしいわね。あら、いいわよ。 そのか、ハリ君たちをお払いするのよ。OK。1931年を送らうとしているお嬢様たちは、このくらいちゃっかりしていらっしゃるのです。こうして楽しいクリスマスの犠牲になって、悔しがりながら占められる斜面取りの数は、東京全市で1200、300話に上るのです。1931年12月25日付放置新聞。 第265代ローマ教皇、ベネディクト16世は、無限在の聖マリアの祭日とクリスマスの間の聖なる交端祭を準備する期間について2005年以下のようなコメントを発している。現代の消費社会の中で、この時期が商業主義に、いわば、汚染されているのは、残念なこと。このような商業主義による汚染は、 高単祭の本来の精神を変質させてしまう恐れがある。高単祭の精神は精神の集中と落ち着きと喜びであり、この喜びとは内面的なもので外面的なものではない。教皇ベネディクト16世の2005年12月11日のお告げの祈りの言葉また2012年12月19日にはフィナンシャルタイムズへ寄稿し、その中で 以下のように述べた。教皇が経済史に寄稿するのは非常に異例だという。クリスマスには聖書を読んで学ぶべきだ。政治や株式市場など属性の出来事にどう関わるべきかの掲示は聖書の中に見つけられる。貧困と戦わなければならない。資源を公平に分かち合い弱者を助けなければならない。強欲や搾取には反対すべきだ。クリスマスは とても楽しいが、同時に深く内省すべき時でもある。私たちはつつましく貧しい馬小屋の光景から何を学べるだろう。Atime for Christians to Engage with the World 日本には、クリスマスイブと恋人を扱った作品が多くあり、例えば、日本では JR 東海のクリスマスエクスプレス CM での起用を機に、クリスマスソングの定番となった。 山下達郎のクリスマスイブがある。さらに1990年には TBS がドラマクリスマスイブを放送した。クリスマスイブに開かれるイベントも多い。一方アムの1984年のシングルラストクリスマスは日本でクリスマスソングの定番になっているが日本国外ではクリスマスイブと恋人を結びつける動きはあまり見られない。 ありがとうございます。